ラメンハム×レショップの今回のキルティングコートについて金子さんから聞いたお話も盛り込みながらご説明させていただこうと思います。まずですね、そもそもラメンハムというものは生地から制作しているそうで、職人さんが中綿だったり縫製一つ一つ丁寧に制作しているとのことです。そしてですね、こちらの LE のバルカラコート、フレンチスタイルのボリューミーなフォルムが特徴でして、中にたくさんの服を着込めるといった機能を持ち合わせています。ただですね、冬に着るには少し心配だなという声がたびたびあったようなんですね。そこで今年の秋冬のラメンハムの企画を考えていた際に、この生地のLEのバルカラコート、冬用としてもしかして最適なんではないかということに気づいたそうなんです。薄いですし、かさばらない、丈夫な上に汚れにくい、こういったものって実は毎日着るアウターに向いてるんではないかということで、プロダクトの制作に取り掛かることになりました。ベースとなっているパターンは LE のコート、そして随所にラメンハムらしいディティールを盛り込んでいくことで、金子さんが理想としている 50/50 のバランスで念願の冬のバルカラコートが完成したといったストーリーになっています。というわけで、引き続き映像をお楽しみください。